さてこれで4種目目、今度は山脇です。この人もオリンピックではクエルボ跳びを見せました。はい、彼もあの伸身クエルボまで狙っているんですけどでもね、今日はあの屈伸で攻めてくるんじゃないでしょうかね。さあどうでしょう。伸身して見られましたよ。伸身の方で来ましたね。思い切って攻めてきましたね。ちょっと先ほどの早瀬選手から比べますと、はい、回転不足がちょっとあって着地の前に膝が曲げながら着地の方に持ってきましたね、はいはい、ちょっと足開きましたか。そうですね、早瀬選手の場合は引っ張るように屈伸気味に持ってきましたからね、はい、その辺の良さでしょうね。さあ突き手振り上げますね、はい、ここからぐっと足先を回転させるんですよね。ひねった後から伸ばしました、はい、ちょっと着地に持ち込むのが早いですね。ですから空中姿勢でもあの抱え込みのような足の感じになりますからね、はい、感じがしますよね、ですから審判に訴えるときにですね、あ、伸身がごーっと見えてますとね、あ、いいなというふうにこう見せることができるんですよね。第2局面を いかにあの長く見せるかっていうのが跳馬の秘訣なんですよね、うん、はい、例えば伸身でしたら伸身の姿勢を長く見せておくことなんです。そういうところがあのやはり得点の高得点につながる要素ですね。現在4位につけています。床が 9.60、 鞍馬が 9.45、 釣りは 9.40。 しかしこれまで見ていましてもあの一般のこの6人はミスありませんね。ありませんね。強いですね。強いですね。今回は特にあのこういうところがあのこの大会を盛り上げている一つの要素ですね。なるほど。以前ですとねやっぱり去年の全日本もそうでしたし、あの NHK 杯もそうでしたね。やっぱり上位がボロボロミスされるんですよね、はい、ああいう形になりますとなんかなんとなくこう不安を感じますね。しかしまあ今日みたいなあの熱戦をしてくれますとねこう全体が締まってきますね。山脇まだ得点が出ません。昨日はクエルボ同じ飛び方よりもちょっとやや屈伸クエルボというような感じに なりました。昨日は屈伸クエルボからちょっと抱え込みに近かったですけどね、はい、今日は 9.50 です、はい、9.50 です。ちょっと抱え込みの姿勢が早すぎたというところの減点だったんじゃないですかね。この山脇は去年のチャンピオン。そして山脇平田と言いますと、現在大和銀行の同期生、はい、それから外村森末、この4人が同期生ですね。同期生4人ですね、はい、山脇がこれで4種目終わったところで3位に上がってきました。具志堅、外村、そして山脇、まあ、平田君 の着地ミスがもったいないですね。果敢にあの笠松の1回ひねりで攻めてきましたがね、あれが決まりますとね、9.89 まで取れた点ですからね、でもここでも諦めないのが平田君のいいところなんですよね。まだまだやってきます。さて一般の方は跳馬6人の演技が全て終わっています。他の班がまだ種目が続いておりますので待っています。この具志堅現在トップ。今回はあのオリンピック選手で言いますと梶谷がやや体調不十分ということで、はい、あのオリンピック選手でただ一人梶谷だけ参加していないわけですが、そうですね、はい、オリンピック帰国後体の調子が悪くなりましてね、はい、また無理をしたこともあるんですけども、そういうところで、まだまだ本調子じゃないというところで今回は棄権しております、ね、さて先ほど行われた跳馬で一番最高得点を出しましたその早瀬の 9.90 の跳馬